あ、ドラえもん。ここはアルプスラインというところに来てるんですけど、見てるとこちら。ここはスカイツリーと同じ高さらしいですね。スカイツリーのここら辺の高さらしいですね。一応、展望台に通常のことがある。なるほど。さあ、薄いね。いや、まだそんな。あとドラえもんもあるからね。この絵もね、なかなか素晴らしい感じの、多分地元の方が描いたんですよね。芸術的です ね、 なかなかね。結構身長と同じぐらいだね。あ、まあ、ちょっとちっちゃいぐらいの、ね、はい、ということでスカイツリーと同じ高さの標高でした。標高でした。スカイツリーよりも高い 151m。 おお、アルプス展望デッキですね。ここが登りましたね。登りました、うん、ここまで登ってくるとね、こういう看板も出てる。おお、山々の名前が書かれてる。名前ね今日はね、ちょっとあいにくの天気で、うっすらちょっと白馬なんだっけっていうのを見てるんでね。ちょっとね、見えないですね。ちょっとね、今日はちょっとズームしてみますか。してみましょう。こんな感じなんですよね、今日は。今日はね、これ天気が良ければね見えるんですけど、うん、まあ天気いいんですけどね、今日は、うん、ちょっと曇っちゃっていいかな。そうですね。でここまで来るとね、はい、こちらに、こちらポスト。お、ポスト。これはね、アルプス単価配布。この景色をね、なるほどね、うん、この景色を見て、うんうん、いい句が浮かんだら、はい、ここを開けてもらって。お、開けちゃっていいんですね。この中にね、こういう、なるほど、用紙が入ってるんですよ。アルプス短歌俳句投稿用紙。投稿用紙、ここに皆さんのね、素晴らしい句を、あ、ぜひ書いてもらって。はい、ね、素晴らしい句をね、こっちの反抗もね、あるんで、これ記念に反抗して展望デッキね。でこちらなんてね、優先者っていうのが、当選者、当選者みたいなのあるんですよ。お、これ当選すると、はいはい、小川村のね、特産品を贈呈します。お、はい、小川村の特産品、はい、皆さんぜひこの小川アルプスラインのアルプス展望デッキに、ね、来てもらおう。募集しております。あ、いるんですか、うん、なるほど、激戦区。そうですね。はい。じゃあ以上、小川アルプスライン、アルプス展望デッキでした。はい、こちらですね。先ほど下にもあの展望台がありましたけども、こちらもう一つの星と緑のロマントピアですね。このようになってますね。こちらですね。プラネタリウム、はい、そしてバーベキューハウス、10番バーベキューハウスってなってまして、はい、道のあっち側にいろいろあってありますね。そして子供たちも今遊んでますね、はい、でアスレチックとかもあるんですよね、ここら辺で。私たちが今日行くのはこちら、こちら、この上にね、パノラマ展望所行って展望所ね、そう、パノラマ展望所があるんで、ちょっと行ってみたいと思います。この長い階段を、じゃあ早送りスタート。ここね、先ほども紹介した通り、スカイツリーよりも高いところなんですよ。だから普通に走るだけ息が上がってしまいますね。もうちょっとです。行きましょう。マジか。やっぱスカイツリーより高いところを歩くと絶対息切れするな。わかるよ。
しかもマスクするんだね、このご時世。あ、見てください、素晴らしい、あ、すごい、素晴らしい。池でね、多分釣りもできるんだ。そうですね。あ、釣りじゃねえわ、水遊びができる、あそこで。すごいね、うん、で、あそこの道の真ん中に人が歩いてますね。ジーユスジーユスですね。そして着きましたよ。あ、見てください、あれ謎のオブジェ。行ってみましょう。乗れるんじゃない？乗れねえわ。星座ですね。え？星座が書いてあります。あ、本当だ。ケンタウロス。サソリ座。いろいろこうありますね。これは？あれだ。なんかあれだ。時計の時間知らせてくれるやつだ。今12時半だからちょうど日が12時半のところに。本当？来てんじゃない？これから見ると11時だけど。もう本当だ。なんかね、機械がなかった頃に太陽の光を測る影。だからこの棒から見て影になるところだね。このように。あ、なるほどね。だから俺の今見てるところが正しい。そこから見てみて。12時半になる。本当だ、すごいね、これ。これすごい、昔の人の知恵ですね。知恵ですね。ぜひこう一緒に写真撮ってもらって、こういう感じで。何これ何これみたいな。でですね、いろいろ広くて、見てください、まだ階段ありますよ。あ、これ長いね。これね、なかなか。でもこう自然に囲まれて素晴らしいですね。じゃあここからはじゃあ続いてユージさんにバトンタッチします。すごい景色が。もう少し頑張ってみよう。もう少し頑張ってみよう。結構階段ある。そうね、これ多分ね、心臓の強い人じゃないと。ここまでです。望遠鏡。そうそうそう。ただこの中にでかい望遠鏡があるんです。すごいですね。今は、ね、休館中なんで入れないんですけど。じゃあ周り一周してみます？行ってみよう。はい。あ、小川天文台だって。すごいね。土足禁止なんでね、ここは。あ。土足禁止の。皆さん靴脱いでから。靴脱いでからね。靴脱いでからピンポン鳴らしてもらって。あ、ピンポン鳴らしてもらって。今日はね、やってないですね。お手紙ある方はポストもありますよね。あ、はい。ぜひね。さあ、まず見えてくるのは。まず見えてくるのはなんか虹の形をした。なんだこれ。すごいですね。おお。小川村と緑川の時はぐるっと展望所。おお。なかなかネーミングセンスがいいですね。槍ヶ岳ありますね。槍ヶ岳見てください、これ。槍ヶ岳はこれ見えたらラッキーって書いてある。あ、本当だ、見えたらラッキーって書いてある。いや本当に超天候のいい日なんだね。見えるんだろうね、ここから、うん、このように見えたらラッキー。見えたらラッキー。まっすぐ見ると多分白馬乗鞍岳があって、白馬岳。でもうちょいぐるーって向こう側を見ると戸隠が見えるはずなんですよ。あっち。そう。あのそばで有名な。あのそばと忍者で有名な。ああ、ジャニーね。ジャニーが有名な戸隠山が見えるはずなんですけどね。今日はね。今日はね。今日は見えないですね。今日あいにくの曇りなんでね。はい、もうちょっと回してみましょう。行きましょう。あ、見てください、ここ。お、なんですかこれ。わかりません。わかりません。
かれません。あ、座るところもいっぱいあるしね。この穴いっぱい開いてるやつ、そうそう、定番の蒸れないやつね。あれかの有名な、かの有名な望遠鏡ってやつ、もしかしてあのバンプオブチキンも歌っていた、マジこれですか。お金入れなくていい、あ、朗報です、ただです。お、ただこれだいたい100円入れるのに ね。じゃあ見てみよう、どうですか。うわ、チキンあのね、近すぎるとね、ただの緑に出てくすごいです、ちゃんと見える、見ろ、遠目から、ね、見ると面白いですね。あ、見える見える、遠目から見ると面白いですね。すごいですね、これはこれ遠目から見ると非常に面白いですね。下の池で遊んでる子供たちはっきり見える、非常に愉快な、蝶々も飛んで、あ、すごい、ちょっと怪しい人ですね、これ。あ、すごいすごい、これやばいです、これ可動範囲が可動範囲が半端ないね。可動範囲ないよこれ。あ、全部回るじゃん。全部一周できるよ。ただで。ただで一周できる。すごいな。家は？あ、家も意外と見える。ま、星も見えるんじゃないみたいな。あ、ギリギリ見えるかも。で、子供はちゃんとあの乗ってね。乗る場所もあるんでね。大丈夫かな、なんかサンダルだけど。間違えちゃった。ああ、すごいね、これ。結構ね、ちゃんとはっきり見える。ちょっと。はい。そうですね。こんだけちゃんとはっきり見えるんですね。すごい。今日は曇ってるけど。曇ってるけど、まあ。曇ってなかったら最高の景色が見れる。ね。すごい。ちなみに今の映像はこうやって撮ってますこうやって撮ってます、こうやって撮ってます今。あ、すごいすごい、なんてアナログなんでしょう。あ、すごい、こんなにデジタルが進む世の中でなんていうアナログな撮影の仕方。ロッチですかこれ。ロッチ。中岡？ロッチ。中岡？ロッチ。なんかね、シリウスって書いてある。はい、しかも37番って書いてある。結構あるって。なんだろう、ね。全部星の名前になってる。ああ、なるほど。じゃあ隣は何でしょう。隣は皆さんご存知。行ってみましょう。電気ついてる消してこ、うん、もったいないから。消えるの？あ、ね、やっぱ電気つけっぱなしだと電気代がかかっちゃうからね。誰がつけっぱなしはね、もったいないんでね。もったいないんでね。消しときました。隣はね、38番。あ、じゃあやっぱ37、38だね。有名なほらアンドロメダ、ね、お、アンドロメダだらだ。結構おしゃれだね。うん。中がどうなってるか気になるね。確かに。しかもこう天文台の下でね、こういう感じで。38ってことはその前にも30個あるってこと？30個あるってこと？どこに？本当に？あ、麦わらの。違いますね。マリーゴールドじゃない。これ白い花ですね。じゃあ下ろう。じゃあ天文台こんな感じで。うん。あ、でね、このまた下り、これ下んなきゃ。これね、魔のね。めんどくさいなっていう方はこれ使っていただいて。ああ、ずっとね。ただまあ自己責任でこれはやってもらって。じゃあ下りましょう。下りましょう。あちらの展望台から移動してきまして、こちらですね、子供たちが遊ぶエリアですね。なんとそこにはステージ、ピクニックしてますね。ピクニックね、いいですね。
で、こちら、お、割とデカめな遊具ですね。アスレチック、遊んでみる、遊びましょう、遊ぼう、遊ばしましょう。ちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。行きます。